皆さんこんにちは。何千年間にもわたり人類は象を飼いならしてきたので、象と人類は特別な絆を持つようになっています。象たちは私たちと同様家族で暮らし、多くは穏やかな性質で喜びや悲しみといった感情も持っています。今回の動画ではアフリカ南部の国ザンビアにあるカリバ湖周辺で繰り広げられた象の救出活動をご紹介します。ある時、付近に住む人々が沼にはまってしまった象を発見しました。状況から判断して、その象はすでに4日ほどそこで身動きを取れずにいたようでした。首まで沼に沈み、懸命に鼻を上に上げて呼吸をしていました。象はひどく疲れて衰弱していましたが、それでも長い鼻を振り回して近寄る敵を追い払っていました。ただ困ったことに、象の救助に駆けつけた人々に対しても同じように威嚇をするのです。このような危険はありましたが、人々は迷わず窮地にいる象の救出に挑みました。トラクター、ロープ、そして素手での救助活動は6時間以上続きました。地域のガイドによると、象は若かったものの人間を殺すことができる大きさがありました。彼は説明します。不安になった象はとても攻撃的になります。あの象は私たちが命を救おうとしていることを理解していない様子でした。野生動物ですから、本能に従えば身動きの取れない状態にある自分に近寄る存在がいれば襲いかかるのはごく当然のことです。最初、人々は象のお腹の下にロープを通そうとしましたが、これはうまくいきませんでした。あまりに泥が深すぎたため、救助隊はロープを象の首に巻きつけました。そうしてようやく6時間後、象は泥から引き上げられました。別れる前に象にきれいな水を飲ませると、驚いたことに25リットルも一気に飲みました。その後、象は嫌な恐ろしい泥沼から一刻も早く離れたいかのように駆け足で立ち去りました。人々は象の救出に多くの時間と労力を費やしましたが、それについて後悔する人はいませんでした。それどころか誰もが大きな喜びで心が満たされ、嬉しいと話しました。もし助けを必要とする動物がいれば、私たち人間は救出のために最善を尽くさなければなりません。もちろん犬や猫を救うことは象を助けるよりもはるかに簡単です。いずれにせよ、どんな動物にとっても痛みは耐え難い苦痛で、身動きの取れない状況は大変な恐怖です。私たちの世界には見慣れない恐ろしい状況を目の前にしても、逃げ出さず、知らぬふりをせず、そしてとても困難な救出活動に時間と努力を惜しまない人々がいます。これは素晴らしく喜ばしいことです。さて、皆さんいかがでしたか？今回はここまでです。この動画が気に入ったら、いいねをしてチャンネル登録をしてください。ではまたすぐにお会いしましょう。